エンジョイパチンコライフ。イスラエル。ヘテンゼット、ただいま参上。エイエイ。と。説明しよう。閉店 Z とは、いつもは閉店10分前から実践の閉店くん閉店ちゃんが、視聴者のみんながわーわーやーやー言うから、だいたい夜9時ぐらいに現れ、だいたい閉店60分ぐらい前から実践する画期的な番組である。メダルクラッシャー。はい、入店入店。失礼しまーす。ちょっとぶつかるからね。はい、OK。いつもより早く来ております。今日はね、閉店 Z ということで、うわージャグラコーナー相変わらず角がいい。まあね、いつもこちらのお店ではね、閉店くんでジャグラ打ってるんでね、 ATLT 行っちゃおうじゃないかね。オス番長2かスーパービンゴですね。こちらのスーパービンゴでもね、結構あれですよ、49回ね、前日が55回の本日は49回という台でございます。あー、化け物語もありだな、パチンココーナー、トキオデラックス、トキオデラックスもありますね。なるほど、あ、結構ユーパチいっぱいありますね。 CR ホームカフェですね、アットホームカフェね。あ、こちらでも大海スペシャル、あ、大海物語スペシャルね、私が初めて5万発出した台でございます、うん、あー、もうこっちはもう普通の確率になっちゃうのか。あ、でもすごいですね、マックス、剣王、カウボーイペアアップ、そしてファイナルガロに、ファイナルガロに、ルパン三世は299、あ、こっちにあったわ、399は。なるほどね、そうかそうか、どうしようかな、やっぱスロットかな。あ、またまた撮影のしやすい角台がスロット開きましたね。歯ですか、昨日も Z で歯で吸ったんだよな。214なんで200円も合わせば一応400の、ゾーン的なものもあるんで、こいしょ、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回閉店 Z で選んだ台は、ウニバルサーさん、エルコさんの、アヌサゴットハーですね。行ってみましょう。今日こそ PCG 引いてやる。おさりパッチョスだね。前回はね、キナナ4連からという、しかもペル姉さん、そして300ゲーム、素晴らしい。本当はね、もうちょい乗っけてね、もう2000枚ぐらい出したかったんですけどね。まあチャンス、邪魔だなこれこれで押せねえよ、これ押せねえやダメだ、だけど一応400のゾーンありますけど、まあそれよりも前にね、当てたいね。おお、来い、よし、やったぜ。黄色、黄色は激アツだから俺の中で、ここ一番だな今、ここ一番の強さに、デカミンストロング、チャンス、あ、続けよ、こら、よし、てかよし、やっぱハーデンさん面白いな。わおどうだやれし、はい、投資、何枚だっけ、あ、47枚なんで3本、はい、やりました、やるゾーンからジャッジメン、愛犬が出てくると思いますよ。
撃て。よしよし。楽しい。あ、でもバイブなってないんだよ。なったかな、微妙な。あ、そうです。よしよし、やりました。さあ、お時間があと1時間半ぐらいあるんで、1時間半っていうと1000ゲームぐらい回せるから、1000ゲーム乗っけちゃおう。あと850。なんか強い役引いてほしい。850ゲームのつけたい。もう今日はノーマルタイプだか、打ちたくない。もうずっとハーデス打ってた。もう取り切れなくていい。それが最高級。なんかを引きました。いや、もっと強い役行きたい。やばいね、駆け抜けるよこれ。そうだ、構造って時に。よし、もっと強い契約が欲しい。あー、キナーな、中段キナーな、右上がりとか。480は言い過ぎとしても、せめて450枚ぐらいは、最低でも400枚ぐらいはね、欲しかったな。このままだと300枚も危ない。上がりか、言うか。来い。あー、まあ贅沢言っちゃいけない。よし、これで20ゲームないよりかは、ありがたく思わないとね。
これ赤がついたから。デジャブしてほしかったなぁ。あー赤ダイヤが行ってしまった。終わっちゃう、終わっちゃう。あー中断機だ。ああもう死ねえんだよ。40ゲーム乗っけましたね。ちゃいますね。残念。はい、ということで200ゲームで367枚。お時間まだあと1時間以上あるね。まあ打っていこう。あれで引けたらすごかったな。10ゲーム以内で引き戻したもん。なんか引かなきゃね。パーですよ。24回当てるって結構大変ですよ。1枚もいいのに。煮干し、お、4連しちゃった。これ、ああ、やった。何やったるんだろう。あ、これ連続してるからこれで来るな。よっしゃ、はい、67ゲーム。いらない4連から。え、お、姉さん。頼みます。まあまあまあ、まあ落ちちゃった。まあまあまあ
結構続いた方だと思います。しかも170ゲームなんでさっきと変わんないメイさんからの置き土産ですね。50で終わっちゃったけど、あ、なんか入れてくれ。まあなかなかいけないんですけど、できれば中段機なのしたい。イールロックとか赤扉とか外れてもいいから出てほしいな。ドキドキしたい。さっきと比べて全然15枚まあでも大体これなんですよね。あ、中段でプレイか。あー、いいね。中引け。ラスト3ゲーム。はい、ラスト。あー、引けなかった。終わっちゃう。終わりたくない。あと1時間近くあります。こちらのお店、55分閉店。だからあと1時間くらいありますね。700ゲームぐらい回せるから、AD 中だったら。700ゲーム乗っけたい。残念。あー、ダメだった。はい、170ゲームで462枚。さっきより、なかなかいい獲得枚数。さあ、なんか行こう。集団リプレイでどうこうなるもんではないんですけど、一応ね、けないよりかは。ねえ、プルートステージにいるんでね、やっぱ弾けるときに弾いときたい。出ないなあ、何も。でも今日はノーマルタイプに行きたくない。いやー、ペルネーさんで一回も揃えられなかったのは、プライベートだったらもう帰ってるねめっちゃ遅れた。めっそ遅れた。めっそ遅れた。ただね、ちょこちょこなんか弾いてるんで、モードが良さそうっちゃ良さそう。まあでも、多分モードがいいだけだと思うよ。モードがいいだけだと思うよ。ウェイ。いやー、ちょっとドキッとできたね。嬉しいね。はい、ということで今回撮影に協力していただいたこちらフレンド太田店参戦ではちょっとだけ、2015年の4月この動画が配信された月ですね。その4月に、ピーマッ TV の撮影、マーサちゃんがこちらのお店に来るということでね、詳しい詳細日程などはピーマートのスケジュールをね、撮影スケジュールをチェックして、ぜひねこちらのフレンド太田店さんへ遊びに来ちゃってください。さあどうすっか。おお、右上がりか。もう一回400狙おうか。400というか、まあ400以内に当てればラッキーみたいな。あとは400のゾーンにかける。そんぐらいの時間はあるはず。はい、飲まれた。明日だ。だね。お時間があと40分ぐらい。40分ずっと、だいたい500ゲームぐらい回せ。500、400、400、500。まあ、残り20分ぐらいはノーマルタイプ、最悪、行く時間はあるんで。もう一回。目指しましょう。あとあんま大移動好きじゃないんだよだよにね、もう一丁すれば確定。なんでもいい。あ、一応抽選はしてます。まあでもマジでないな。おお、当たった。ダイヤ2連から設定いいんじゃねえの。これでもしかしてお前280万円だよ。皆さん、フレンド太田店さんへ
レンド太田伝のハーデスには設定が入ってますよ。さあ頼むよ。よし、いい子だ。20ゲーム。さあ突破するかな、しないか。まあまあまあ、さあちょっと今回は無理かな。いくら俺が閉店 Z の AA でもさすがに70ゲームを300ゲームにすることはできないな。弱い。おお、右上がり、これ弱いか。はい、70ゲームで262枚、なかなかの枚数。さあそろそろちょっと大移動、一応まだプラス。ノーマルタイプ嫌いじゃないんだけど、多分閉店 Z でこう打ち続けたってなんか数えるほどぐらいしかないんですよね。そのまま ADRT を受けた記憶があまりない。せっかくね、まあ、長い方がもっと違う立ち回りができるんじゃないかということで、この Z っていう企画がね始まったんで、まあ、ノーマルタイプをね1時間半打つっていうのも立ち回りだと思うんですけど、 ATRT を打ち続けられるっていうのも立ち回りの一つでもあるんでね、無駄に回すのはちょっと立ち回りとは違うんでね、やけなんでそれは。やけになっちゃいかん。あー抜けた。あー25分、まあ25分あればね結構まあ回せるっちゃ回せるんですけどね、ここは無駄な。ちょっとさすがに25分じゃちょっとよいしょ、俺の声だぞ。はい、じゃあまず大移動できないので一回流したいと思います。えいえい。はい、じゃあね残り時間は、こちらの18分ぐらいか、山下のニューパルサーデラックスで行ってみたいと思います。おそり一発チャンス、せいやね。まあもう簡単、こちらのシャカシャカランプが光ればボーナス確定。ニューパルサーはね初心者の平然くんでも安心して打てる。昨日もこんな感じだったね、カーデス出てノーマルタイプで当たらないっていう。昨日はみんなのジャグラーでダメだったのね。カーデスで出してその後みんなのジャグラーで一回も光らないっていうね。しかも結構な時間打ってるんですよ。ありがとう。はい、ニューパルサーデラックス自体では5本目。まあまあまああるっちゃある、普通に。ありがとう。やばいね、ハーデス打った方が良かったな。よろしゃい、なんと7本目ですね。当たらん。どうした昨日も確かみんなのジャグラーを1万テルぐらい打って当たんなかったような気がするな。いいなあれ、ジョグを回すのも一回持ってないんだよね。あ、レギュラー5回5連チャン、かわいそうだったな、さっきの。おお、140分の1ぐらいだな。まだこっちの方がいいな。いや、計算しました。もう当たらないよりか当たった方がいいから。気合弱いから。
隣で移動。ここで当てないとマイナスだ。あらら、昨日はね、確かね、結構出たんですよ。1400枚、1300枚くらいか出たんで、まあプラスで終えたんですけどね。今回はちょっと無理かな。これが470枚目です。残念。セカドッシュ。はい、これが何枚目なんだろう。まあいいや、11本目です。470+47だから517かな。うお、あー危ねえ、やりました。ビッグで頼むわ。やった。あーあれ、ここどこだったっけ。フレンド、オトテン、イミさんね、やりました。セーフ。なるほど、カエルバーバーはダメだけど、カエルカエルバーはいいのね。さあ、お時間もいつ終わってもおかしくない時間になってきました。1分ぐらいかな。もしかしたら実戦中に終わっちゃうかも。ボーナス消化中に終わっちゃうかもしれない。あー、終わりですか。終わりで、残念、終わっちゃいました。1ゲーム連チャンはできない。ラスト、やりました。また会おうねー。クショー。はい、残念、お時間が来てしまったということで終了でございます。即やめ最高。さあ、早速こちらのコインも流してみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回の結果合わせて、784枚です。やりました。とう。はい、ということで、今回は、無事ね270枚ぐらいプラスにすることができました。いやー、なかなかいいですね。ハーデスも打ってみるもんですな。うん、これからもね、さすがにちょっと15分前は厳しいかもしれないですけどね、これからも Z でね、いろんな AT、ARD ね打っていきたいと思います。それじゃ、さらばじゃ。最後がビッグで終わりなんて、なんて気持ちいい。ここ一番に飲んだドデカミンストロングの効果があったんじゃない。だけどまだまだ戦いは終わらない。いけ閉店 Z、 次のホールでみんなが待ってるぞ。VTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 VTube ダウンロードしてね。